新しく作りました VZ マシーン、また小島鳩ヶ谷店でリベンジしたいと思います。はい、ということで小島鳩ヶ谷店にリベンジに行きましたが、ギミックなしの基本ポン付けセッティングとなると正直あの走りで精一杯でした。最初にハイパーダッシュモーターノーブレーキのセッティングで走ってみたんですけど、テーブルトップからのターン、ここがうまく合わなくて、フロントブレーキセッティングを前提に走行を続けてたんですけど、今度飛び越しができなくなって、パワーダッシュモーターに変えてみたものの、それはそれでまたうまく走れなくなっちゃったよね。今回の走行で納得いく走りとはいきませんでしたが、また場所を変えて走行を見ていきたいと思います。はい、
本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方はぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。